トモハッピーです。そしてどうも開封大好きヨシヒロです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。はい、今日やっていくのは切り札探検隊 in ハレルヤ大宮店。初のハレルヤです、はい、切り札探検隊、はい、新店の12店舗目大宮店、看板が取り付きたてほやほや、今塗ってるっていう、すごいね柱は今塗ってる今ね、オープン当日の朝10時半なんだけど、はい、今参りで動画撮りに来てますという感じでね、はい、なんと今回ね、俺ここに来るの初めて。今回はもう他の役員とかたまに動画に出るおびつさん信頼で、テナントは僕図面しか見てません。で図面しか見てなくて、はい、あのレイアウトも、はい、これこうしてっていう、はい、レイアウト毎回見て魂吹き込んでんだけど、はい、現地には来てないっていう。でもこれからたくさん出店していくこと考えたらしゃあないかみたいな、全部直接見に行けないのは悔しいけどしょうがないっていうことで、今回ね初来店です。あ、じゃあ結構ワクワクしますね。それそうなんだよ。で、本当にもう最初の感想から撮ろうと思って、はい、まだ中行ってお疲れってやってない。車で着いてぶっつけで撮ってます。完全初見プレス。こちらはねプロッパーワンビルっていうビルに入ってます。ハレルヤ大宮店は5階です。5階か。もうタウンショップって空数の階にある意味だろう。まあ、完全初見だけど、うん、あの図面は見てるから入ったらどんな感じかはイメージはついてる。もう俺はガチ完全初見だからな。そう、まあまあ、おお、はい、こんな感じです。あ、いい お疲れ様です。いきなりね、エレベーター出たらこの右側にご自由にお持ち帰りくださいありますね。消毒、手の消毒お願いします。吉野さんは強めに消毒した方がいい。なんでやねん、なんかもういちいちトゲがある大宮店オープン記念オリパーある。やっちゃうか。え、ダメでしょ、お客さんまだ買いないの。あとでじゃあ別な動画で見せてもらおうと思います、うん、え、何これ、初めて見た。トライデントパック3パック入り3000円、多分3枚入ってんだなこれ見た目って。結構いいパック入ってる。いつまたの方向、トライデント、うん、入り口でもうさ、いきなり自販機とショーケースでさ、うん、金使わせる気満々だね。今まだ店内にしまってあるけど、こういう分かりやすく縦看板もね置かれる予定です、そして初心者講習会毎日開催、埼玉最大の MTG 専門ショップということでね、本日オープンします。動画見てる方的にはもうオープンしてます。まあ、ショーケースは後でまたちょっとじっくり見るとして、うん、店内入るとまあこんな感じでショーケースが何マスあるかさせてみよう。吉田さん、じゃあカウントお願い。何マス？マス？これマス、1マス。あ、え、1、2、3、4、はい、で入っていくとさらにここショーケースで5、6、7、8、結構掘り出しもありそう。11、12、13、14、あ、喫煙所ある。15、16、最近さ、タバコ吸うお客さんがさ、あの喫煙所ないんですかって悲しむ姿を見てるんだけど、うん、ここの大宮店はあります、うん、あ、デュアラのとこいっぱいある。おいくつまで数えたっけ。16かで、17、18かな、全部で。なんで 4×4 をかけてんの。18なんだ。あれが2個だから、うん、そうだって僕が2個する。その2個か。 あれでね、これで16ってことか。そうそれで16です。あ、本当だ、ぐるっとこう巡れるわけだ。数えさせてケチつけられたの最高だね。そして特化品ストレージで、裏もそうだ、小型特化品ストレージで。あ、でもストレージなんかまとまってていいな。なんかレジの向かいにあるんだね、珍しいね。で、ここサプライ、サプライレジの横は結構定番ね。なんかさ、やっぱ自店舗だとさ、切り札探検隊のさ、探検感が少ないね。なんかよく分かっちゃってるから、まあ、大体値段、まあ結構小さなのもありますもんね。これってよくて、この店俺初見なのに、はい、でもちゃんとハレルヤだっていうことだよね、その違和感が出ないの。そうですね、うん、そしてスーパーレアクジャクとレアクジャク、看板オリパー、東京のやつよりはいいんじゃないですか。何ももしかしたら最初だからちょっと張り切りサービス寄りみたいな感じかもしれないね。あ、かもしれないですね、うん、で、どっからやったら完成度何パーですか今。当日の午前中95です、ね、え、何があれ、ちょっと待って。おお、店長、ポンポコ宮本から花宮本さんからお花いただきます。花木の恩返しだと。ちょっとめっちゃおもろいんだけど。やば、え、マジマジ、これ俺真面目に驚いてるよ。そうだね、うん、マックスゲームズさんはね、いつもこの5色のマジックの色になぞらえたお花を送ってくれる。
白、青、黒、赤、緑。ああめっちゃおしゃれ。担当者の方もマジック大好きで。で対するポンポンは真っ赤。あとカインドエステートさんからいただいてます。ありがとうございます。あ、よしさん。名前ないけど。岩井デキャのよしさん。埼玉で一番ハッピーなお店にということだよね。ありがとうございます。今届いてる分しか紹介できない。これで全部だよね今ね。もうちょっと来ます。そうだ。あこの後ね。はい、うん。注文 PC もこのサイズのお店で6台あったらいいですね。そうですね。うん。そして、オープン記念福袋。これ今回いくらのやつがあるんですか。下から順にですね。はい、1万円。はい、3万円。はい、で5万円。で10万円。で50万円と100万円ですね。6種類もあるんです、はい、やる気。実際さ、オープン日って福袋目当てに来てくれる方も多いと思うんですけど、はい、それぞれ何個ずつあるんですか。ですね、まずですね、1万円から、はい、1万円が15個。あ、そんだけしないんだ。はい、へで、3万円が20個、はい、3万円の方が多い、はい、うん、で、5万円が15個、はい、で、10万円5個、はい、で、50万円と100万円それぞれ1個ずつ。100万円と50万円超プレミア。3万円が一番多いってことは、これ正直社長あんまりノータッチなとこなんだけど、3万円のやつが一番売れやすいお店として売りたいみたいな感じってことだね、きっとね。どうですか、吉郎さん。いい印象を伝えるならば、そこじゃないだろうと思うかもしれないけど、窓から見えるあの工事中のビルがこれから建っていく様がとにかく気になりましたね。だからやっぱ梁は共通して綺麗のないですよね。白と赤しかないからね、色がね、うん、でね、この動画そう忘れちゃいけない、うん、切り札探検隊なんですよ。そう、切り札いつ出てくるんですか。全くカードで触れないからショーケースの中だったら、うん、デュアランとかガヤズクレイドルとか見たけど、うん、どうなんだろうね、ちょっと聞いてみよう。そうね、なんかすげえ高いのって言ってないから。店長、はい、この店の切り札を見せてください。はい、かしこまりました。一番高額のカードを。はい、ショーケース。何、え、クレイドルとかのデュアランだって一番高いの。そうですね、こちらの最上段に。あ、本当に全然。え、上すぎて気づかなかった。俺ここでやるとデュアランだろうな、デュアランだろうなと思って。え、しっかりあったっていう。大宮にこんなに置いといていいの。バーナイン、ブラックロータス190万円、タイムツイスター115万円、全部ある。え、全部バーナイン全部、うん、アンリコ63万円、サファイア54万円、ジェット52万円、ルビー49万円、エメラルド49万円、タイムウォーク49万円、パール42万円。へぇ、大宮店でこんなに在庫ロックしていいですか。これはですね、はい、オープン記念なんでかなり力入れました。おぉ、正解。正解。専門店で力入れてますよっていうのを見せたいし、実際力入ってるんだけど、うん、分かりやすいやつをとりあえず最初数日数週間は、うん、まあ並べてみようっていう、まあそれで値段も頑張ってたり、うん、状態的に安めに出せるやつとか置いてたりして、まあなんかご祝儀買い込みでこの日オープン日買ったみたいな思い出込みで買ってくれる人がいたらいいなみたいな感じでね、置いてるってのはぶっちゃけ。だから時期が過ぎたらここでは買えなくなっちゃう。でも店頭に並んでなくなっちゃっても取り寄せサービスありますもんね。あ、そうですね。プレリア店舗全店で通信販売の本店に入ってる高額カードなんかを取り寄せてもらって、状態見てもらってご納得の上でね、お買い上げいただけるっていうサービスやってますんで、そちらもぜひぜひね、ご利用いただきたいですね。とですね、ここはまあ、その大宮埼玉県なので、本部の高田馬場からですね、1日で、ほとんど1日ですね、かかるかぐらいでちょっと届くので、お結構取り寄せからすぐ手に入れることができるかなと。おお、まあ、ちょっとあんまりにも閉店間際とか時間帯あれだったら2日とかになっちゃうこともあるけど、1日で届くことも珍しくないっていう感じで、はい、取り寄せサービス使い得。通販で頼んだら送料もかかるし、はい、見てみたらちょっと自分が店的には分かるけど自分が思った状態と違うなっていうこともね、回避できるから、ぜひ使ってほしいですね。ってことは今回の切り札は超強力超高額ブラックロータス190万円ってことでよろしいですか。はい、はい、最近だとブラックロータス200万円切るのは珍しくなってきたのも。白いでもね、モーターってなんか水没してるってやつですかね。結構見た目状態かっこいいから。あ、そうなんですか。白、表面めちゃめちゃ綺麗だから、撮ってもらう、うん、状態モーターの中ではいいモーターみたいな。あ、はい、190万円、ヘビープレイドウォーター、まあウォーターとだね、分かりづらいから短くしたけど、水濡れ、うん、でアンリミテッドということで、見た限り多分切れそうだけど、出したらふやふやなのかな。まあスリーブで使う感じは切れそうだよね、結構。それはおそらく問題ないかと思うんですけど、うん、そしたらちょっと、あんまり、あ、歪んでる歪んでる、ほら
歪んでますね。ふにゃふにゃなんだ。うん、まあパッと見綺麗だし、うん、そのダブスリトリスリで使うのは問題なさそうだけど、あー水濡れの歪みっすね。確かに、まあ、カードの張りは残ってるね、うん、欲しいよなこれ。まあでもとりあえずなんかさ、これ売れる売れないやと思ったってさ、オープン日にハレルヤ大宮店行ったらブラックロータスの実物見れたよパシャリみたいなね、あ感じでね、写真を関係なんでね、思い出にしてもらえたら嬉しいですよね、せっかくの機会だから。ということで僕もね、この後店頭オープンしたら最初来てくれた方にいらっしゃいませって粗品渡したり、鍵持ってショーケースのとこうろちょろしたりとかねしようと思ってるんですけど、たくさんの方の笑顔が見れるのが楽しみです。これからねこの場所でねマジックバンバンプレイされてね、お買い物ももちろんだけどたくさんの人がマジックをこうより楽しんでもらえるようになるわけだから、そう考えると嬉しいですよね。歴史がここから始まるじゃないけど。そうですね、うん、そんな感じでいかがだったでしょうか。よかったら、チャンネル登録、動画の評価お願いします。お願いします。そして大工大好きよしひろのチャンネルも概要欄にあると思うので、よかったらチェックよろしくお願いします。全国100店舗47都道府県出店を目指しているハレリア、そして新店のハレリア大宮店、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。